シニアライツクラス今年のチャンピオンは 99.4 ポイントを獲得しました船橋ひろのり選手、おめでとうございます。やりました、今シーズン2勝を飾りましてチャンピオン獲得。第2位は89ポイントを取れたクワトロの小屋、橋場かける選手、おめでとうございます。第3位はサーティーズレーシング乾勇気選手です、おめでとうございます。今シーズン第2戦で勝利を飾りました。今こちらの方に向かってますね、おめでとうございます。ランキング第4位は 84.2 ポイントを獲得、近宗春田選手です、おめでとうございます。ランキング第5位チーム平野石田邦彦選手、どうぞ表彰台の方までお越しください。ポイントは 74.8 ポイントでした。それでは青少のトロフィーをお送りいたします。平井プロジェクトウィズアッシュ船橋ひろのり選手チャンピオン、おめでとうございます。第2位橋場かける選手、おめでとうございます。 SL シリーズの方のマックスライツも頑張ってくださいね、おめでとうございます。ランキング第3位食い込んできました、乾勇気選手、おめでとうございます。第4位は近宗春田選手、受験生ということですけれども、また海外から日本に帰ってきたらカット参戦お願いしますね。第5位石田邦彦選手、おめでとうございました。続きまして賞金の授与です。チャンピオンの船橋選手には賞金5万円が贈られます。第2位の橋場かける選手、賞金3万円です。ランキング第3位乾勇気選手、賞金2万円が贈られます。おめでとうございます。なおチャンピオンを獲得されました船橋ひろのり選手は来シーズン2022年度エントリーサポート贈られます、おめでとうございます。それではチャンピオンの船橋選手にお話を伺いましょう、おめでとうございます。今シーズン振り返っていかがでしたか？そうですね、最初エンジン貸してくれるって話になって、もうそこからもう借り物競争で、はい、ここまで来れて、うん、本当良かったと思います。今までは SS に出ていた船橋選手ですけれども、このシニアライツはいかがでしたか？いや本当すごい車のバランスが楽しくって、はい、ぜひシニアでね、お金がもう続かないとか、マスターズで体が偉いとか、そういう人もとっても楽しめるクラスだと思いますので、ぜひ台数増えてくれると嬉しいなと思います。水波 SS 王者の船橋さんが言ってるから間違いないですよね。ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。来シーズンの抱負を。そうですね、来シーズンは自分でエンジン買って、はい、エントリーしようと思います。期待しております。チャンピオンおめでとうございました。それではフォトセッションです。じゃあ照明お願いします。今シーズンのシニアライツチャンピオンは船橋ひろのり選手、第2位は橋場かける選手、第3位乾勇気選手、第4位近宗春田選手、第5位は石田邦彦選手となりました。今シーズン素晴らしい戦いありがとうございました。